はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の群数列丸1をお送りします。で、ここからね、タイトル変わって、群数列っていう有名なものやっていくんですが、前回までいろいろな数列の和ってやってきたでしょ。で、それに中にね、多分入ってることが多いんですけど、名前がね、単独で結構有名なので、タイトルを変えてやっていきます。おそらく4本ぐらいやっていく、群数列ね。で、ポイントはありません。問題演習ずっとやっていきます。で、今回は大きな問題が1個、そこに小問2個入ってますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、ね、わかんないなっていうのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず群数列、スタートやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。群数列ね、苦手な子が多いっすね、ここはね。で、今回、群数列ってまず何かっていうとこから説明すると、今、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 っていう、その自然数、が数列でまず並んでます。で、それを群、つまりグループって考えると分かりやすいね。グループごとに分ける、こう線でね、分けてあるんだけど、第1グループ、第2グループ、第3グループ、第4グループ、ダンみたいな感じで続いていく、それが群です、グループのことがね。そう、分けた時の問題をやっていくんですけど、例えば1番第7群です。もう全然書いてないね、かなり先の話ですけど、そこの初めの数と終わりの数を求めようと。で、これ始めと終わりって何かっていうと、例えばここ第3グループだね、の始めってのはここです、4、終わりは7です。つまりそのグループ群の一番左と一番右の数求めてねって言われてる。で、これはもしだよ、定期テストとか、もしでもいいですけど、答えしか書かない場合、途中式がなかったら、第7ぐらいだったらもう全部書き並べて求めてもいいよね。だって切る数は分かってるんだから、1,2,4,8 って切るからさ、次も分かんなきゃいけなくなるけど、自力で書いても解けないことはないです。時間かかるけど、かなり。そう、今回はちゃんとね、ちゃんとした解き方を覚えてほしいんですが、で、実際にね、これポイントとしては、この群、グループの中に入ってる項の数、今回1,2,4,8って書いてくれてるけど、1,2,4、ここ8書いてないけどね。で、次、その1,2,4,8がどういう法則があるのかを、そのね、見抜かなきゃいけない、そこ。で、ちょっとね、説明上もう一回書きますね。で、ちょっと、今回は番処理多いんで、ちっちゃく。で、4、5、6、7。で、8から始まって、切るよ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 、みたいな、こんな感じ。で、自分がよく書くのは、上に、群の数字をよく書きます。で、下にね、数って書くか、項って書くか任せるんですけど、今回項でいきますね。これ項の数です。で、群のとこには単純に、第1グループの第1、第2、第3、第4、5、6、7と。群並べるからね、数字を並べるだけなんですけど。じゃあ、そこに入ってる項の数です。で、今、1、2、4、8って書いてくれてるから、1、2、4、8、続いていくんですけど、この1,2,4,8、基本的にここの項の数は等差数列とか等比数列になってます。で、今回は2ずつかけてるんだよね、全部。だから等比数列になってると。で、どういう風になってるかっていうと、これ2ずつかけてるから全部ね、あえて4を2の2乗2の1乗でしょ。で、8は2の3乗、ここもちゃんと書くなら1、2の0乗なわけですよ。こうなってる。で、どういうことを気づいてほしいかっていうと、じゃあ、今回、第7群、ここが主役なんですけど、7群の中に項数いくつ入ってると思う？ってなった時に、これがすぐに、2の6乗あるねって、気づいてほしいんです。で、これはもちろん順番に書いていけば気づくよねっていう話なんですけど、だって5、第5グループ、次2の4乗でしょって、2の5乗でしょって、で、2の6乗みたいな。ね、なるの分かるんですけど、これが例えばじゃあ第100群になったらすぐ分かるかっていう、第200群とかね、出てくることもあるので、で、どう考えるかっていうと、今群の数字上のねと項数の数のちょっとね、こう、なんだろう、関係性を見つけてほしくって、今1グループは2の0乗なの、2グループは2の1乗なの、このグループの数字から
1引いたものが肩に乗ってるん全部。3引く1で2乗、4引く1で3乗。だから、第7グループは7引く1で6乗だよねって。そういう関係になってる。で、これを見抜かないと2番が厳しくなる。ちょっと。だからそこを気づいてほしいのね。で、話を戻すと、今回、第7群の始めの数と終わりの数、つまり、一番左のここと、一番右のここの数を求めたいのね。で、基本的に、この始めの数と終わりの数を求めるときは、ここが第何項目なのっていうのをまず求めに行きます。第何項目って書いておこうか。何番目の数字なのそこがっていう。こっから勝負しに行きます。何項目か。で、本当は初めから説明したいんですけど、こっちの方が分かりやすいんで、まずこっちから行きます。普段は初めから書いてね、普通に。じゃあ、終わりから勝負していくと、これ、何番目かっていうと、今、ここにね、2の0乗項、2の1乗項、2の2乗項って項数があって、こっから、ここまで全部足したら、ここの番目になるよね、もちろん。例えば、ここ、3って何番目って聞かれたら、1足す1項2項、1足す2で3項目だから3になる。ここまでも1足す2足す4して、全部足したから7番目になってるっていう。そうなるから、ここも2の0乗から2の6乗まで足したものが、ここの何項目になります。つまり、2の0乗足す2の1乗、ちょっと省略しちゃうけどね。2の7乗じゃないや、6乗まで足したいと。で、これ何かっていうと、初項1、項比2の、で、項数が0から6までなんで、7項あるからね。まあ、数えてもいいけどね。1、2、3、4、5、6、7って。それの、等比数列の和だから公式使って、r-1 分の、初項1だから書きません。2の項数7乗引く1です。で、求めます。待って、6乗が64だから、7乗は128、引く引く1だから、127。つまり、127項目っていうことがわかります。127ってね。いい？で、次が、合ってるよね。待って、暗算間違ったか。大丈夫だよね。OK。はい。すいません。で、次がですね、あ、そう、127項目なんですけど、で、今回、答えも127になります。で、なぜなら、1、2、3、4、5、6、7って、そのまま並べてるので、じゃあ125項目は127だよね、当然。3項目は3だし、4項目は4って、こう対応してるからさ。もし、ここの数字が1、2、3ってなってなかったら、もう一工夫必要なの。あ、もう一仕事か。で、それは次回やります。次回の動画で。ひとまず今回は125項目だから、終わりが127で OK となる。で、次が、ここです。はじめを求めます。で、はじめは一気に求めらんないんで、基本的に終わりしか出てこないんだよ。で、終わりしか出せないから、ここ、第6グループ。第6群までの和を求めて、そこに隣なんだから、プラス1すれば、7群の最初出せるじゃん。何項目って。だから、まず6群までを出しに行く。で、どうやるかっていうと、はじめなので、これは今度2の0乗、2の1乗足す、今度は2の5乗までね、6群までだから。これを足すと。で、これにプラス1すればいいんです、最後。隣を足したいからね。1出したいから。で、プラス1するって考えると、まずここ、5乗まで、さっきと同じように考えます。等比数列でね。2-1。で、項数が1個下がるんで、6乗引く1、プラス1。ってなるんで、分母はね、また1だからどうでもいいんですけど、2の6乗が64。引く1で63。で、足す1するから64。項目ってことが分かります。これは64番目なんだってことを覚えておいてください。たまたま今回は1から順番に並んでるんで、このまま答えとして OK なんですけど、次回はそういかないからね。
つまりこれで初めの数ちょっと書けるかな、ちょ省略でいい、初めの数が64で終わりの数が127と、これで終了となります。ポイントとしては、まあ、このね次の N 群の時もこの知識使うんですものに。だから基本的にはその群の最後は何番目で出せるの、全部足したらいいから。でも初めの数っていうのは1個前の群の全部足して1個足そうねって、お隣さんみたいな感じでいけば解けます。で本番ですよ、第 N 群です。こっからで、これが一番出てきやすくって、今 N 群の数の和を求めよう、これもよく出てきます。何群の和を求めなさいって。で、和を聞かれた時は初めの数と終わりの数を出してください。基本的には終わりは出さなくても解けるんですけど、自分は終わりも出すスタイルで好きなので、だから今と同じようにやっていきます。つまりトントントン、ちょっと続けるよ。ここに N グループがあります。 N グループ、で、その1個前、1個前使うからね、今ね N-1 グループです。まあ、群ですよね。じゃあそこに入ってる項数いくつなのって考えると、 N はさっきも言ったように群の数字から1個引いたのが肩にくっつくんです。だから2の N 乗ではなくて N-1 乗で、こっちも同じように1個引くから N-2 乗ってことがわかります。で、ここに気づかないと勝負ができないんです、この後で解いていく。で、だからまず終わりからいこっか、またね。ここですね、こことここ求めたいんだけど、まずこっちからいくよ。終わり、これもし入んなかったらこうって上行っちゃうけど、ごめんね、ちょまず下から攻めよう。終わりを求めると、これは2の0乗からここまで足すっていうことなので、ちょっと省略してごめんね。こっから2の N-1 乗までこれを足すと、で、さっきと同じように考えれば、初項1です。項比2です。で、ポイントは項数ね。項数。これ N-1 って言いたいんだけど、N 項あります、全部で。N 項。だから0が入ってるから。もし肩の数字を見て、こうやってね、1から N-1 やったら別に N-1 項でいいんだけど、0の分があるから1個足さなきゃいけないんだよ。なので、まあ、N-1 となる。もしくは、あ、まあいいか、それで言ってもいいね。あ、まあごちゃごちゃとあれだから。なので公式 R-1、 初項は無視です、1なんで、2の項数 N-1、 つまり2の N-1項目です、本当はね。で、項目なんですけど、さっきもやったように今 1,2,3 って並んでるので、何項目っていう字がその数字として OK になります。だから今回ちょっとカッコにしとくね、ここはね。もうこの数字です。さ、終わりの数。ここね。黒のところ。で、次、初めの数求めるんですが、これはさっきと同じで、N-1。ここの最後、プラス1として考えます。ここは。だからさっきと同じように。ごめん、すまちった。失礼しました。で、やっていくと、2の今度 N-2 乗まで足して最後に1を足す感じで、同じようにまたやっていくと R-1、 初項無視で、項数は N-1 項です。 N-1 項ね。だから2の N-1-1 プラス1となります。で、これ分母消えるじゃん。で、マイナス1とプラス1 相殺できるんで、 N-1 括弧にしとこう、項目と。今回は数字がね、その対応してるんで OK です。で、始めと終わりが出せましたんで、勝負最後、あとはコースターといきます、このまま。で、どうやるかっていうと、結局、今、N 群の数の和を求めたいの。つまり、ここの和です。で、今、もともと、1,2,3,4,5,6,7,8 って並んでるから、もちろんこの N の中も数字が K に並んでます。トン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 って、1個ずつ。で、その1個ずつ増えるっていうのは、つまり、等差数列でしょ、交差が1で増えていくわけじゃないか。で、等差数列で初項と初項、これね、末項が分かってる。
初項、末項、あとは項数が分かってれば公式使えるんだよ。で、項数どこって出てるから、ここにもうごちゃごちゃしてるけどね、項数2の n 乗マイナス1出したから。なのでその公式を使うと、一応 SN って使っちゃっていいかな。これさ、いやーどうしようかな。綺麗に書くならちょっと上行っていいですか。ごめんなさいね、こっち行こう。やっぱりちゃんと書こう。なので初項がこれ2の n 乗マイナス1、俺は初項末項のがね、あの出しやすいとか好きなんでこっち使っちゃいますけど、でもう何乗ってのがいっぱいあるんでね、ややこしい感じもするけどね。で、項数がここ2の n 乗マイナス1の等差数列なので、ちょっと書かないけどね、等差数列なので SN イコール2分の1、まあ2分の項数だから世界中か、2分の2の n マイナス1乗括弧初項プラス末項です。 n マイナス1足す2の n 乗マイナス1とこうなります。さあまとめるよ、ここから。で、ここまとめるとですね、まずここまとめます、ここで、これは2の n マイナス1乗と2分の1っていうのは2のマイナス1乗なんです。だからこれくっつけるとこうなります。ここの部分いい、ちゃんと書くと、まあ、分尺のままでいいでしょ。で、分母の2分の1っていうのは2のマイナス1乗なんです。いい、だからこれでこれかける、で、同じ2って状態でかけるっていうのは肩の数字を足せばいいので、n-2 となってこうなる。くっつけるとね。で、あと括弧の中です。ここ2の n-1 乗と2の n 乗くっつけたい。で、どうするかっていうと、2の n 乗から2を無理やりもう1個出します。で、出すと2の n 乗って2を1個取り出したら n 乗から1個減ってるから n-1 乗になります。で、こうなる。変形すると、で、2の n-1 乗がもともといるから、それはさ、1×2 の n-1 乗なわけだよ。1書かないけどね、普通。なので、これ共通だから、2たす1で3。まあ、こう、x みたいな感じで覚えばいい。2x と 1x 足せば 3x でしょ。だから、3×2 の n-1 乗となるので、3×2 の n-1 乗。で、マイナス1が残ってるから、これはそのままで平気。ちょっとね、答えのうちおかしくなっちゃったけど、こんな感じで解いてみてください。いや、長かった。申し訳ない。だから、群数列に関しては、この、まあ、群のね、こう、一番後ろと、一番前、初項というか、まあ、最初の数の求め方、これをつかまないと、ほぼ解けないです。まあ、もしかしたらね、他にもっとやりやすい時からあるかもしれないんですけど、まあ、自分が現役の時からやってるのがこのやり方なので、まあ、もしよかったらね、参考にしてみてください。では、今回は高校数学数 B の群数列丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回が同じような感じなんですけど、1、2、3って並んでないんです、数字が。ここがちょっと変わっているというタイプの問題やっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。もうじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。